おはようメダリストに3大会ぶりに日本勢がなったということは、スピードスケート 500m 男子銅メダリスト森重3大会ぶりっていうのは本当に自分の中であまり想像はできていないんですけど、この日本男子が強いと言われている種目で、4年に一度の舞台でメダルを取れたっていうところにすごい誇りを持っていて、これからもこの誇りを持ってスピードスケートに取り組んでいきたいなというふうに思ってます、はい、そして専修大学としては短距離だと黒岩今回オリンピックに出場して、具体的な目標だったりとか雰囲気とかも、味わえたので4年後8年後とかにはなるんですけど、まずは1年1年自分の力をつけていって、またこの舞台でもっともっと自信を持って、レースに臨めるように頑張っていきたいなと思ってます。お願いいたします。すみません、スポーツフォースの林です。残りのシーズンの目標は、世界スプリント、世界選手権が初出場となるので、まずはその舞台で今回課題となった 1000m をしっかり今シーズンのうちに克服できるようにっていうふうに考えていて、ワールドカップファイナルもあるので、総合ランキング上位を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。はい。